千金。どうもみなさんも、オクチャンネルだー。今回なんですけども、ワンピースクラッチでございます。はい、今回ね、もうゴールデンウィーク明けて初めての発売されているものですね、こちらでございます。ナミ4ラッキースラッシュですね。もうついにナミも4まで来たということで、1等が100万円で2等が5万円、まあ割かしちょっと金額は低い方であると、そしてラッキースラッシュであるということですね。でこれということは、あ、全国なんですね、この金額で。で結構これは面白いのが、今までで言うと多分結構発行されてますよね。1050万枚ですね。21億円かかっておりまして、1等が105本ある。そして2等が3150本ということで、これはどうなんだ、これ最低保証ちょっとわかんないな。今回わかんないんですけど、まあちょっとね、多分削りながら、探っていきたいなと思いつつ、ちょっとこれ、もしかしたらワンチャンスある可能性あるんで、パイがでかいのね。パイがでかいの。珍しくパイがでかいんで、早速やっていきたいと思います。では、早速ですね、削っていきたいと思います。作戦金。いきましょう、まずは1枚目。まあ、言って10枚ですからね。これ、ゴールデンウィークに出してほしかったな。これだったら100枚とか言ったんですけどね。なんか可能性高い方が、なんか夢見る価値あるじゃないですか。なんだろうな、うまいことやられたら、僕の動きを読んでいるかのようにね、まあそんなことはないと思うんですけど。はい、2等があり得る、そして3等もあり得る、あ、じゃあ5等ですね、あり得るんですね。いきます、頼む、こっちじゃない、そっちだ、違うか。違うかい。おいおいって感じではございますが、まあ1枚目こんなもんでしょう。そう、そしてちょっと鼻声で申し訳ないんですが、子供の風邪がですね、完全に、奥さんに回り、僕に回り、ずっとルーブルーブルーブしてて、子供はもうね、病院もちろん行って、ちゃんと見てもらって、薬飲んで、治ったんですけど、で、ちょっと、これはまずいなと思って、一緒に寝ないようにしたんです。まあ今、こんなコロナのこともあるので、あれなんですけど、結果なんか僕だけに風邪が残ったみたいで、すごい鼻が、ただそう、熱は出ないんですよね。だから逆に病院、まあ病院も行ったんですけど、なんか病院行ったら、熱ありますか、咳ありますかみたいな。いや、咳はあるんですけど、熱はないんです。ちょっと一応まあ測って、まあなかったんですけど、一応まあ万が一があるんで、つって、別室みたいに連れて行かれて、で、結局一応、ごめんなさい、ちょっと肺を削れって感じなんですけど、で、別に結果は、まあ、症状とか話して見てもらっても、あ、別にコロナじゃないよね、みたいな感じだったんで、まあ大丈夫とは思うんですけど、そう、僕だけがね、あれで、そう、結果鼻声になっているということで、まあその辺皆さん、ご心配なく、そして画面上は飛沫が飛びませんので、はい、よろしくお願いいたします。では行きましょう、2枚目でございます。いきます、ちょっと尺使いすぎたね、今まで。病院ネタ喋りすぎた。喋りすぎたわ。はいはい、いいですね、いいですね。2等の、これ1等ですね、1等の可能性があって、ないないと。いきます、嘘だ、こーい、コンコン、コンコン、釘をさ。いきなり出しちゃったコン。ちょっとそうなんですね。若干ね、もともと僕、冬になれば、いつも咳込むようなことがあって、で、それがなんか今、風とともにね、帰ってきたみたいな感じで、もう、なんか鼻が詰まってて、咳込んでて、マスクするじゃないですか。だから息苦しいじゃないですか。だから、僕思われますよね。だからめちゃくちゃ嫌なんですよね。ほんと嫌だ。ほんと嫌だ。いきます、ほんと嫌ですね、マジで。あー、一等あるかなー、あるかなー。いきます、頼む、こっちじゃない、こっちでもない、そのままいく、でーす、だ、だ、だーい、ない、ない、くそ、くそ、辛いなぁ。そう、これ久しぶりに販売していて、これ撮影してるのが、当日ですね、発売当日なので、水曜日か、水曜日なんですけど、ちょっとあまり空いてないから、ちょっと珍しいところで買いました。たまたま行った先、仕事で行った先で買ったんで、逆にあるかなと思ってるんですけどね。なんかの縁だということで。では行きましょう。4枚目。もう何枚目か分かんなくなっちゃうよっていうレベルね。はい。はいはいはい、あ、いや、一等臭い、あ、これは匂うな、これいいじゃん、一等二等じゃん、やばいじゃん、いきます、ちょっとスピード感ないけどね、ごめんなさい、頼む、俺を連れてってくれ、奇跡の扉開け、開かん開かん、
ハマかーみたいな、キラかーみたいな、おい出してくれよ、頼むよ頼むよ、はい、巨匠折り返して5枚目でございます。いきます。ハマかーって何だったっけ、そもそも自分で言っておいてあれなんですが、あ、これ臭いな、これ出るんじゃない、200円、これ200円出るんじゃない、一気にいきましょうか、いきます。こっち、まあ、こっちも指ない、いく、はい、ありがとうございます、200円、まあ、これはわかるわ、これはわかる、これわかるんですよね、そう、これはわかるわ、ありがとうございます、とりあえず200円1枚目、はい、そうで、結構これあれじゃないですか、なんだろうな、法則というか、10枚でできるかなとかよくね、王子が言ってらっしゃるんですけど、開けてから見つけても仕方ないから、その前にもう勝負決まっちゃってっから、そうだから、その法則を誰か探してほしい、僕も探したいんですけど、わからない、困っている状態でございます。はい、じゃあ行きましょう、これが6枚目ですね、いきます。おこれまた来んじゃないか、1等2等リーチ、あーなるほど、2等ね、5万円ね、いいですね、いいですね、今日真ん中熱いですね、いきます。まずは関係ないとこ行く、そしてその次もう1個関係ないとこ行く、そしてこのみかん食うないんかーい、もうマジでマジでマジな、マジマジよ、マジ出してお願いだから出して、そうなんかね、ゴールデンウィークも別に何もなくて、何もないというか行くとこないじゃないですか、まあ近所に例えばちょっとご飯買いに行ったりとか、ご飯食べに行ったりぐらいはあったとしても、別にどこも行ってないしね、いいことないわけですよね、たまにはくださいよ神様、お願いします、行きます、行く、7枚目でございます。おあこれで、あこれ積みのやつ、うわ積みだわこれ、あらららららー、積みねー、積みだねー、これ1枚なのかな、1枚か、最低保証、最低保証1枚、あまあその分1等増やしてるから、それはそれでいいかって感じですね、いきます。なんかこの辺りの当選報告来そうですね、いやぜひ来てほしいな、なんか僕じゃなくても嬉しいんですよね、当たれば本当に、はい、いいですね、いい感じ、これが2等とで、これですね、5等ですね、これ来たら3枚ってことか、いきます。さすが2等ないか、さあマジかよ、これ1枚だな、これ1枚だわ、割り算できなかったの、珍しくできなかった、はい、じゃあいきましょう、9枚目でございます、いきます。だってこれで残り全部出てもまあ嬉しいんだ、ほらだってないじゃん、だってこれ積みじゃん、積みよこれ、おい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 、ちょっと待ってくれよ、夢を見させてくれよね、えお願いしますよ、夢見たいな、なんだろうな、このちょっと絵柄が最近ちょっと過去に遡っていっているので、この辺りでちょっと出しておきたいところではございますが、とはいえ最後1枚気合い入れていきます、いきます、最後10枚頼む、幸運を幸運を導け、まだある、おこれは2枚、2枚かもしれない、いきます。さあ、有名なトラー、そら、咳込むわ。